10番のナターレ、川崎から参戦、今ゲートに収まります。これで枠入りが完了です。第9回笠松グランプリスタートしました。ナターレはあまりいい飛び出しではありませんが、外から立て直して一気に鞭を振るって前に出てきます。内からは佐賀の1番 S1 プリンス、 S1 プリンスナターレ行きまして、間に6番 A 新 J1 並んでいきます。3頭先行して9番宮地チョビ、4番手、5番手に2番八坂ファインです。その後ろも横並び、3番のエプソムアーロン、5番のコアレスピューマ、7番タッチデュールと続いて、後方から4番ドリームカトラス、8番ドリームスカイラブです。これから向こう正面 S1 プリンス逃げていきます。800を切ってリードは体半分、ナターレ2番手、2頭は並んで3番手を離しました。6番 A 新 J1 は3番手、並んでくるのは2番の八坂ファインです。さらに1馬身半差で押して3番エプソムアーロン、後方から5番コアレスピューマが追っていって600を切りました。その後方に宮地チョビは交代して、代わって上がっていくタッチリュールとドリームスカイラブ、そして4番のドリームカトラスです。前は3コーナー、1番の S1 プリンス先頭400を切って、ナターレが2番手、その差は首ぐらいです。追ってきた、差を詰めて、6番 A 新 J1 今3番手、その外から2番の八坂ファイン、内からは5番のコアレスピューマも差を詰めてきた。4コーナーから直線です。あと200メートル、S1 プリンス逃げている、外からナターレ、さらに外から6番の A 新 J1、3頭の内側からは5番のコアレスピューマ今4番手、逃げる、S1 プリンス、S1 プリンスが逃げている、2番手接戦だ、S1 プリンス先頭、ゴールイン。勝ったのは1番佐賀から参戦 S1 プリンスです。2番手以下混戦、10番ナターレ、5番コアレスピューマ、5番コアレスピューマ、10番ナターレ、さらには3番エプソムアーロンもよく差を詰めました。